6月29日、松山市枝松の宅南中学校で砂防学習会が行われました。これは愛媛県土木部砂防課と愛媛県砂防ボランティア協会が土砂災害防止の普及啓発を目的に県内の小中学校で開いているものです。宅南中学校では総合的な学習の一環として、また災害に対する備えとして防災について学ぶ機会を設けています。この日は1年生158人が講師の話に耳を傾けていました。砂防ボランティアというのは阪神大震災の後に一応全国的にそういうボランティア活動というのが非常に活発になってきました。今まで土木で経験したことをいろんな形でみんなに知ってもらう、知ってもらうことによってやっぱしそういう危機管理意識を高めていただきたい。そのためにみんな40年近く、土木の中でいろんな現場を見たりいろんな災害箇所を見てきた人たちの経験を生かしてほしいなということで立ち上がった組織です。 2,3 年前から防災教育という言葉も出てまいりまして、やっぱり専門家の意見を聞きたいというお話もございますので、そういう専門的な知識でもっておじさんの話かもしれないけど実際に体験したりそういう経験したことが話してやっぱし、あ、なんか変だな、これはちょっとおかしいな、これはこういう時にこういうことをして自分の命は自分で守っていこうというふうになってほしいなということで、こういう砂防学習会を開いております。また国土交通省四国山地砂防事務所の降雨体験装置を使い、1時間の降雨量180ミリという豪雨の状況を体験しました。生徒たちにとって防災について学ぶ良いきっかけとなったようです。